さて、本日6月19日は太宰治の命日かつ誕生日として知られています。まあ実際には受水自殺したその死体が上がった日というだけで、実際に6月19日に死んだかどうかもわかりません。太宰治の作品自体は、そうですね、中学の教科書にある走れメロス、あるいは高校の教科書で富岳百景が載っている場合はそちらで取り上げるのではないかなと思いますけれども、まあ、太宰治は一言で言うと中二病の人です。本当に、なんだろう、こう読んでて、こう体が痒くなるようなぐらいには中二病でございます。うまい例が思いつかないんですけど、多分富岳百景、高校の教科書でご覧になった方、なんとなくわかるのではないかと思うのですけれども、そうでもないんでしょうか。そう、多分ここら辺がいいんじゃないかな。はい、富岳百景は、まあ、富士山に関する太宰治の思い出を綴った、まあ、あくまで、なんだろう、物語にする上で、ちょっとした不都合な現実っていうのに対してはフィクションを加えてあるんですけれども、富岳百景、太宰治が体験したことを元に書かれた、結構エッセイじみてはいますね。まあ、イブセマスじゃ、へをこいていないそうなので、へはこいていないんでしょうけれども、それは太宰治の創作だとは思われるんですけれども。で、なんだろう、こう、そう、すごい中二病でむずがゆくなってくると思うんですけど、こう、まあ、やっぱり富士山の麓にいる太宰に対して、女の子二人がこういう風に話しかけるというシーンからです。あい、すみません。シャッター切ってくださいな。私はヘドモドした。私は機械のことにはあまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかもドテラを2枚も重ねてきていて、茶店の人たちさえ、山賊みたいだと言って笑っているような、そんなむさくしい姿でもあり、多分は東京のそんな華やかな娘さんから、ハイカラの用事を頼まれて内心ひどく狼狽したのである。けれども、また思い直し、こんな姿はしていても、やはり、見る人が見れば、どこかしら、華奢な面影もあり、写真のシャッターくらい、器用に手さばきできるほどの男に見えるのかもしれない。などと少しウキウキした気持ちも手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出すカメラを受け取り、何気なさそうな口調で、シャッターの切り方をちょっと尋ねてみてから、わななきわななき、レンズを覗いた。真ん中に大きい富士、その下に小さい夏至の花二つ。二人揃いの赤い街灯を着ているのである。二人は皮脂と抱き合うように寄り添い、きっと真面目な顔になった。私はおかしくてならない。カメラ持つ手が震えてどうにもならぬ。笑いをこらえてレンズを覗けば、夏至の花いよいよ澄まして硬くなっている。どうにも狙いがつけにくく、私は二人の姿をレンズから追放して、ただ富士山だけをレンズいっぱいにキャッチして、富士山、さようなら。お世話になりました。バッチリ。はい、映りました。ありがとう。二人が声を揃えてお礼を言う。家へ帰って現像してみた時には驚くだろう。富士山だけが大きく映っていて、二人の姿はどこにも見えない。富士山にまで登って、太宰治何してるかって写真撮ってって頼まれたのに、あえて富士山だけを写すというこの中二病感。伝わるでしょうか。しかもそれも、こう、もらった時のこのヘドモとした緊張っていうか、こんな格好なのにくれるのっていうこのドキドキ感って、なんかこう、今の私たちでも、通じるものがある。なんかこの難しい感じ。太宰治って本当に共感できるとすごいのめり込んでしまう作家ではあって、人間失格も読まれたことがないのならずば、ぜひ読んでみていただきたい。こう、少しでも共感できるところがあると引きずり込まれるんですよね。太宰作品は。本当にそういう魅力があります。それから、太宰の作品っていうのは、かなり、
とムラがあります。それこそ橋にメロス描いたのと同じ人が人間失格描くかって思われると思うんですけど、それは彼の人生の起伏にも大きく影響しています。彼の人生の一番良かったところ、奥さんもいて安定してみたいな時期に橋にメロスは描かれています。それに対して人間失格はもう晩年かなりやられてた頃ですね。こうねじ曲がってるというか、ひねくれているというか、そういう中二病感、我々の中二心をくすぐるという感じではあるかと思います。先ほど申し上げたかもしれませんが、はい、太宰治の墓自体は三鷹のところにございます。こう太宰治は他の作家とは少し違いまして、生前から結構熱狂的なファンがおりました。今も熱狂的なファンいるかとは思うんですけど、本日6月19日太宰治の命日だから墓参りをする、まあそれは結構大いに結構、ただしお隣のちょっと広いスペースに皆さん荷物を置かれる、その荷物を置かれるスペースが森鴎外の墓だったりするわけですね。それはちょっとなんだかなとは思うわけですけれども、で結構そうですね、かっこつけな部分が大きかった人でもあります。写真に写るときは大抵格好つけている。さて、まあどんどん行きたいと思います。太宰治の文章、なんとなく先ほどの富岳百景を聞いてなんかリズミカルに感じられた方いらっしゃるのではないかなと思います。太宰治自体は、そこそこ裕福な商家に生まれまして、で日常的に、ごめんなさい、ここはちょっと記憶定かではないな。長唄だったかな、長唄だったか落語だったか、そういう言葉での娯楽、言葉での伝統芸能的なものに触れ合うことが多かったんだそうです、太宰治。なので女生徒だったと思うんですけど、女生徒だったかな、読みどっちだっけ、読み方が不安です。女生徒ですね。確か女生徒だったと思うんですけど、こう布団に入ってぬくぬくしながら今から小説口述筆記させるわけですよ。俺言うからお前書けみたいな、そういう口述筆記でサラサラサラっと作ってしまう。だってそれって要は文章を書いて遂行したんじゃなくって、ただひたすら口で言ったのを書き写しただけで、それで小説にできてしまう、そういうリズミカルな文体を作ることができる人っていうのは、素養としてそういう、まあ裕福な家の生まれだったからこそ、レコードなりなんなりかんなりで、そういう日本の伝統的なリズミカルな文章、音の言い回しというのにはこう触れ合うお家だったからというのはあるんじゃないかなと思います。で太宰治の女性と、面白いですよこれ。先ほどの富岳百景のねじくれはどこに行ったみたいな。太宰治、女性と。朝目を覚ます時の気持ちは面白い。かくれんぼの時、押し入れの真っ暗い中にじっとしゃがんで隠れていて、突然デコちゃんにガラッと襖を開けられ、日の光がどっときて、デコちゃんに見つけたと大声で言われて、眩しさ、それから変な間の悪さ、それから胸がドキドキして着物の前を合わせたりして、ちょっと照れくさく押し入れから出てきて、急にムカムカ腹立たしく、あの感じ、いや違う、あの感じでもない、なんだかもっとやりきれない。箱を開けると、その中にまた小さい箱があって、その小さい箱を開けると、またその中にもっと小さい箱があって、そいつを開けると、また小さい箱があって、その小さい箱を開けると、また箱があって、そうして、7つも8つも開けていって、とうとうおしまいに、サイコロくらいの小さい箱が出てきて、そいつをそっと開けてみて、なんもない、空っぽ、あの感じ、少し近い。パチッと目が覚めるなんて、あれは嘘だ。濁って濁って、そのうちに、だんだんでんぷんが下に沈み、少しずつ上積みができて、やっと疲れて目が覚める。朝はなんだか白々しい。悲しいことがたくさんたくさん胸に浮かんで、やりきれない。嫌だ嫌だ。朝の私は一番醜い。両方の足がクタクタに疲れて、そうして、もう何もしたくない。熟睡していないせいかしら。朝は健康だなんて、あれは嘘。朝は灰色。いつもいつも同じ。一番虚無だ。朝の寝床の中で、私はいつも遠征的だ。嫌になる。いろいろ醜い後悔ばっかり。
一度にどっと固まって胸を塞ぎ、身もだえしちゃう。この調子です。この調子で続いていく。いや、まあ、当たり前なんですけど、太宰治が女の子だったことも、女生徒だったこともないので、これ全部太宰治の、まあ、想像で書かれているわけですけれども、それが本当になんかこう、大したことじゃない。女の子がただひたすら心の中で思ってる、本当に心に移りゆく吉田仕事っていうと吉田健康になっちゃうんですけど、そう。そんな、なんだろう、取り留めもないことをただダラ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 と女の子が心の中で思っている、本当にそれだけなんです。で、まあ朝から始まりまして、眠りに落ちる時の気持ちって変なものだ。船かうなぎかぐいぐい釣り糸を引っ張るように、なんだか重い鉛みたいな力が糸でもって私の頭をぐっと引いて、私がトロトロ眠りかけるとまたちょっと糸を緩める。すると私はハッと気を取り直す。またグッと引く。トロトロ眠る。またちょっと糸を離す。そんなことを3度か4度繰り返して、それから初めてグッと大きく引いて、今度は朝まで。おやすみなさい。私は王子様のいないシンデレラ姫。私、東京のどこにいるかご存知ですか？もう再びお目にかかりません。まで。本当になんか朝目が覚めた時ってこんな感じから、ね、まあ一日過ごして、気になる方は青空文庫にございますので、ぜひご一読ください。最後眠る時こんな感じって言って、眠るまで女生徒がただひたすら心の中で思ったことを延々とかって連ねる感じですね。これ言うと怒られそうなんですけど、日本版赤毛のアンみたいな感じです。まあアンほどこう空想的な妄想癖がないだけで、富岳百景のねじくれたシャッター男、シャッター男って言うと言い方悪いんですけどね、からこういう女性と、まああと こっから先は私の好みになってくるんですけど、かなりの長編小説写用、私はとても好きです。なんていうか、冒頭の文、この3行で最後まで読んでしまう魅力があるんじゃないかと思うんですよね。写用、朝、食堂でスープを一さじ、スッと吸ってお母様が、あ、と、かすかな叫び声をお上げになった。髪の毛？スープに何か嫌なものでも入っていたのかしら、と思った。いいえ、お母様は何事もなかったように、またひらりと一さじ、スープをお口に流し込み、すましてお顔を横に向け、お勝手の窓の満開の山桜に視線を送り、そうしてお顔を横に向けたまま、またひらりと一さじ、スープを小さな唇の間に滑り込ませた。ひらりという形容は、お母様の場合、決して誇張ではない。婦人雑誌などに出ているお食事のいただき方などは点でまるで違っていらっしゃる。弟の直樹がいつかお酒を飲みながら姉の私に向かってこう言ったことがある。こんな感じです。本当にこう貴族の大敗的な感じがパッと見で伝わってくるような、そんな文章ではないかなと思います。で、車両はえげつなく長いです。えげつなく長いんですけど、私は車両っていうのは斜めに日傾いた日、まあ1日で言うんだったら4時とかそれぐらいのこう西日が差してきて、もう夜になるかなー、あ、もうすぐ夕焼けとかが見れる、もうすぐ夕方かなーっていう、そういう時間帯です。で、車両というタイトルから、まあお察しできる方はお察しかもしれませんけれども、まあ没落貴族のお話ですね。で、社用いろいろとまあ素敵なポイントがあるんですけれども、私は弟の遺書をあげたいと思います。とはいえ弟の遺書長いんですよね。長いんですよね。最初から最後まではちょっと長いかな？いけるかな？意外と時間あるから、あ、でも人間失格も後で読むからな。よし、ではちょっ
ちょこっと弟の衣装を抜粋してみましょう。ナオジの衣装。姉さん、ダメだ。先に行くよ。僕は自分がなぜ生きていなければならないのか、それが全然わからないのです。生きていたい人だけは生きるがよい。人間には生きる権利があると同様に、死ぬる権利もあるはずです。僕のこんな考え方は、少しも新しいものでも何でもなく、こんな当たり前の、それこそプリミティブなことを、人は変に怖がって、あからさまに口に出して言わないだけなんです。生きていきたい人は、どんなことをしても、必ず強く生き抜くべきであり、それは見事で人間の栄冠とでも言うものを、きっとその辺にあるのでしょうが、しかし死ぬことだって罪ではないと思うんです。僕という草は、この世の空気と火の中に生きにくいんです。生きていくのに、どこか一つ欠けているんです。足りないんです。今まで生きてきたのも、これでも精一杯だったのです。僕は高等学校へ入って、僕の育ってきた階級と全く違う階級に育ってきた強くたくましい草の友人と初めて付き合い、その勢いに押され、負けまいとして麻薬を使い、反狂乱になって抵抗しました。それから兵隊になって、やはりそこでも生きる最後の手段としてアヘンを用いました。姉さんには僕のこんな気持ち、わからねえだろうな。僕は下品になりたかった。強く、いや、横暴になりたかった。そして、それが、いわゆる民衆の友になり得る唯一の道だと思ったのです。お酒くらいでは、とてもダメだったんです。いつも、くらくらめまいをしていなければならなかったんです。そのためには、麻薬以外になかったのです。僕は、家を忘れなければならない。父の血に反抗しなければならない。母の優しさを拒否しなければならない。姉に冷たくしなければならない。そうでなければ、あの民衆に入る入場券が得られないと思っていたんです。僕は下品になりました。下品な言葉遣いをするようになりました。けれども、それは半分は、いや、60% は、哀れな付け焼き場でした。下手な小細工でした。民衆にとって、僕はやはり、キザったらしく、おつに済ました、気詰まりの男でした。彼らは僕と、真から打ち解けて遊んでくれはしないのです。しかし、また、今さら捨てたサロンに帰ることもできません。今では僕の下品は、たとえ 60% は人工の付け焼き場でも、しかし、あとの 40% は、本物の下品になっているのです。僕はいわゆる上流サロンの花持ちならない上品さは、ゲロが出そうで、一刻も我慢できなくなっていますし、また、お偉方とか、オレキレキとか称せられている人たちも、僕のお行儀の悪さに呆れてすぐさま放逐するでしょう。捨てた世界に帰ることもできず、民衆からは悪意に満ちたクソ丁寧の傍聴席を与えられているだけなんです。いつの世でも、僕のようないわば生活力が弱くて、血管のある草は思想もクソもない、ただおのずから消滅するだけの運命なのかもしれませんが、しかし僕にも少しは言い分があるのです。とても僕には生きにくい事情を感じているんです。人間は皆同じものだ。これは一体思想でしょうか？僕は、この不思議な言葉を発明した人は、宗教家でも哲学者でも芸術家でもないように思います。民衆の酒場から湧いて出た言葉です。宇治が湧くように。いつの間にやら誰が言い出したともなく、黙々湧いて出て世界を覆い、世界を気まずいものにしました。この不思議な言葉は、民主主義とも、またマルチシズムとも全然無関係のものなのです。それは、必ず、酒場において、武男が美男子に向かって投げつけた言葉です。ただのイライラです。嫉妬です。思想でも何でもありゃしないんです。けれども、
その酒場の焼き餅の土星が変に思想めいた顔つけをして民衆の間を練り歩き、民主主義ともマルキシズムとも全然無関係の言葉のはずなのに、いつの間にやらその政治思想や経済思想に絡みつき、奇妙に下劣な塩梅にしてしまったのです。メフィストだってこんな無茶な方言を思想とすり替えるなんて芸当はさすがに良心に恥じて躊躇したかもしれません。人間は皆同じものだ。なんという卑屈な言葉であろう。人を癒しめると同時に自らをも癒しめ、何のプライドもなくあらゆる努力を放棄せしめるような言葉。マルキシズムは働く者の優位を主張する。同じものだなどとは言わぬ。民主主義は個人の尊厳を主張する。同じものだなどとは言わぬ。ただ牛太郎だけがそれを言う。いくら気取ったって同じ人間じゃねえか。なぜ同じだというのか、優れていると言えないのか。奴隷根性の復讐。けれどもこの言葉は実に猥褻で不気味で、人は互いに怯え、あらゆる思想が完成られ、努力は嘲笑せられ、幸福は否定せられ、美貌は汚され、栄光は引きずり下ろされ、いわゆる世紀の不安はこの不思議な一語から走っていると僕は思っているんです。嫌な言葉だと思いながら、僕もやはりこの言葉に脅迫せられ、怯えて震えて、何をしようとしても照れくさく、絶えず不安でドキドキして身の置きどころがなく、いっそ酒や麻薬のめまいによって束の間の落ち着きを得たくて、そうしてめちゃくちゃになりました。弱いのでしょう。どこか一つ重大な欠陥のある草なのでしょう。また何かとそんな小理屈を並べたって、なーに、もともと遊びが好きなのさ、怠け者の、スケベの、未勝手な快楽児なのさ、と例の牛太郎がせせら笑って言うかもしれません。そうして僕はそう言われても、今まではただ照れて曖昧に趣向していましたが、しかし僕も死ぬにあたって一言こうじめいたことを言っておきたい。姉さん、信じてください。僕は遊んでも少しも楽しくなかったのです。快楽のイムポンテンツなのかもしれません。僕はただ貴族という自分の掛け帽子から離れたくて、狂い遊び荒んでいました。姉さん、一体僕たちに罪があるのでしょうか。貴族に生まれたのは僕たちの罪でしょうか。ただその家に生まれただけに、僕たちは永遠に、例えばユダの身内の者みたいに恐縮し謝罪しはにかんで生きていかなければならない。僕はもっと早く死ぬべきだった。しかしたった一つ、ママの愛情、それを思うと死ねなかった。人間は自由に生きる権利を持っていると同時に、いつでも勝手に死ねる権利も持っているのだけれども、しかし母の生きている間はその死の権利は留保されなければならないと僕は考えているんです。それは同時に母をも殺してしまうことになるのですから。今はもう僕が死んでも体を悪くするほど悲しむ人もいないし、いいえ姉さん、僕は知っているんです。僕を失ったあなたたちの悲しみはどの程度のものだか。いいえ、虚飾の干渉はよしましょう。あなたたちは僕の死を知ったらきっとお泣きになるでしょうが、しかし僕の生きている苦しみと、そうしてその嫌な美から完成に解放される僕の喜びを思ってみてくださったら、あなたたちのその悲しみは次第に打ち消されていくことと存じます。そろそろ読んでいただきたいところなんですけど、最後にこのだらだらと続く一緒の最後の10行ぐらいちょっと読みたいと思います。姉さん、僕には希望の地盤がないんです。さようなら。結局僕の死は自然死です。
人は思想だけでは死ねるものではないんですから。それから一つ、とても照れくさいお願いがあります。ママの形見の麻の着物、あれを姉さんが、直樹が来年の夏に着るようにと縫い直してくださったでしょう。あの着物を僕の棺に入れてください。僕、着たかったんです。夜が明けてきました。長いこと苦労をおかけしました。さようなら。夕べのお酒の酔いはすっかり冷めています。僕はシラフで死ぬんです。もう一度、さようなら。姉さん。僕は貴族です。そう、貴族になったことなんかないんですよ。ただこう、わかる。なぜか感情移入してしまっている自分がいる。それが太宰治の何よりも魅力だと思います。この遺書も、私は声に出して読みましたけど、太宰治って本当に上手くって、リズミカルだから本当に声に出して楽しい文章を書く方ですし、それに文字で見ても楽しい。遺書の一部にあった、その嫌な美から完全に解放される僕の喜び。美って、ラビアンローズの美？ラビアンローズって、バラ色の人生。まあ、美って、フランス語で性という意味です。だから、性という漢字に美っていう振り仮名が振ってある。いやー、中二病ですね。はい、なんでもないです。そういう方です。はい、文章の抑揚っていうのは本当に良いというか、秀逸な作家さんですね、太宰治は。さて、そろそろいい感じのお時間となってまいりましたので、最後に、まあ人間失格からページを紹介から、まあ有名なところを、まあ、ちなみに蜂の多い生涯を送ってきましたって、第一の手記なんで、蜂書きは全然違うんですけどね。まあ、本当に、割と自伝的に書かれてはいるんですけど、ただ、物語的に不都合な事実っていうのはいい感じにフィクションにされてる部分はありますね。まあ、第一の手記の冒頭だけ軽く読みます。人間失格。第一の手記。恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。自分は東北の田舎に生まれましたので、汽車を初めて見たのは、よほど大きくなってからでした。自分は停車場のブリッジを登って降りて、そうしてそれが線路をまたぎ越えるために作られたものだということには全然気づかず、ただそれは停車場の構内を外国の遊戯場みたいに複雑に楽しくハイカラにするためにのみ設備せられてあるものだとばかり思っていました。しかもかなり長い間そう思っていたのです。ブリッジの登ったり降りたりは自分にはむしろ随分垢抜けのした遊戯で、それは鉄道のサービスの中でも最も気の利いたサービスの一つだと思っていたのですが、後にそれはただ旅客が線路をまたぎ越えるためのすこぶる実利的な階段に過ぎないのを発見して、にわかに興が覚めました。ここら辺とかちょっと引きずり込まれる方は引きずり込まれるかもしれませんね。同じく人間失格の冒頭からなんですけど。また、自分は空腹ということを知りませんでした。いや、それは自分が衣食住に困らない家に育ったという意味ではなく、そんなバカな意味ではなく、自分には空腹という感覚はどんなものだかさっぱりわからなかったのです。変な言い方ですが、お腹が空いていても自分でそれに気づかないのです。
小学校、中学校、自分が学校から帰ってくると周囲の人たちが、それ、お腹が空いたろ、自分たちにも覚えがある。学校から帰ってきた時の空腹は全くひどいからな。甘納豆はどう？カステラもパンもあるよ、などと言って騒ぎますので、自分は持ち前のおべっか精神を発揮して、お腹が空いたとつぶやいて、甘納豆を10粒ばかり口に放り込むのですが、空腹感とはどんなものだか、ちっとも分かっていやしなかったのです。自分だって、それはもちろん大いに物を食べますが、しかし空腹感から物を食べた記憶はほとんどありません。珍しいと思われたものを食べます。豪華と思われたものを食べます。また、よそへ行って出されたものも、無理をしてまで大抵食べます。そうして、子供の頃の自分にとって最も苦痛な時刻は、実に自分の家の食事の時間でした。自分の田舎の家では10人くらいの家族全部、めいめいお膳を2列に向かい合わせに並べて、末っ子の自分はもちろん一番下の座でしたが、その食事の部屋は薄暗く、昼ご飯の時など11人の家族が、ただ黙々として飯を食っているありさまには、自分はいつも肌寒い思いをしました。それに田舎の昔語りの家でしたので、おかずも大抵決まっていて、珍しいもの、豪華なもの、そんなものは望むべくもなかったので、いよいよ自分は食事の時刻を恐怖しました。自分はその薄暗い部屋の末席に、寒さにガタガタ震える思いで、口にご飯を少量ずつ運び、押し込み、人間はどうして一日に3度3度ご飯を食べるのだろう、実に皆厳粛な顔をして食べている。これも一種の儀式のようなもので、家族が日に3度3度、時刻を決めて薄暗い一部屋に集り、お膳を順序正しく並べ、食べたくなくても無言でご飯を噛みながら、うつむき家中にうごめいている霊たちに祈るためのものかもしれないとさえ考えたことがあるくらいでした。飯を食べなければ死ぬという言葉は自分の耳にはただ嫌な脅しとしか聞こえませんでした。その迷信は今でも自分にはなんだか迷信のように思われてならないのですが、しかしいつも自分に不安と恐怖を与えました。人間は飯を食べなければ死ぬから、そのために働いて飯を食べなければならぬという言葉ほど自分にとって難解で怪獣で、そうして脅迫めいた響きを感じさせる言葉はなかったのです。つまり自分には人間の営みというものが未だに何も分かっていないということになりそうです。ここから先気になる方はぜひ人間失格お手に取ってみていただければ、青空文庫で普通に読めますからね。ちなみに最後のあたりはちょっとこうゾッとしたものを感じるので、最後に太宰治人間失格のまあ最後の方から最後の5行ぐらい読みたいと思います。今は自分には幸福も不幸もありません。ただ一切は過ぎていきます。自分が今まで阿鼻叫喚で生きてきたいわゆる人間の世界において、たった一つ真理らしく思われたのはそれだけでした。ただ一切は過ぎて行きます。自分は今年27になります。白髪がめっきり増えたので大抵の人から40以上に見られます。本日は太宰治の魅力というものを富岳百景から見るこうひねくれた感じ、中二病な感じ、それから女生徒から見るこうぐいぐい引き込んでくるテンポ感のいい、リズム感のいい文章、それから斜陽に見られるこの感情移入をついしてしまうこの感じ、なんだかわかると思ってしまう、わかると思うとすごい囚われてしまうこの感じ、
それから最後に超有名作品人間失格から、なんだか先が気になるような、なんとなく自分もちょっと感じたことがあるような、共感ができるともうダメなんですよね。すごい太宰治ワールドに引き込まれてしまうので、そういう魅力を少しでもお伝えできていれば嬉しいです。